死亡フラグシリーズは、七尾よふみによる日本の推理小説のシリーズ。貧乏フリーライターの陣内と彼の高校時代の先輩である天才投資家の本宮のコンビが様々な事件に立ち向かう。主人公の陣内とは別に、何人かの登場人物の視点で、ストーリーがそれぞれに展開し、やがてそれが一つの事件へと修練していく手法が取られている。シリーズ第一弾である、 死亡フラグが立ちました。は、第8回、このミステリーがすごい。対象隠し玉に選ばれ、デビュー作となった。最終選考選票において、審査員の大森望は、題名、設定ともにかにも B 級っぽい、死亡フラグが立ちました。は、意外にもどんどんまともな方向へ進んでいく。香山二23郎は、K タッチ、バカミス仕掛けの犯罪小説と表し とんでもない殺し屋探しの行方は十分楽しいのですが、各エピソードを引っ張りすぎて少し間延びした、感ありとしながらも、著者にはこのスタイルが合っているような、コメディ系の作品は貴重だし、この作風での再挑戦を期待しますと評価した。また、チャキノリオは、状況次第では、昨年同様のダブル受賞、ダブル優秀賞もあるかと思ったが、借り込み不足で長すぎる。 という意見には賛同せざるを得ないと惜しむ評価をした。それらの意見をもとに、当初原稿用紙800枚だったものを大幅開講し、半分近くまで削り、2010年7月に宝島社から文庫が出版され、24万部突破のベストセラーになった。シリーズ累計では54万部を突破している。また、2012年5月15日に、 日本テレビ系列のバラエティ番組、超再現。ミステリーにて映像化され、2019年10月25日から12月13日まで、関西テレビ放送の関テレドラマラボ枠で連続ドラマ化された。ドラマ化を記念して、LINE ベルにおいて、開校前のこのミステリーはすごい。対象に応募した、当時の番が、死亡フラグが立ちました。無修正版、として公開された。 2019年10月25日から12月13日まで、カンテレのカンテレドラマラボ枠0時25分0時55分で、このミス対象ドラマシリーズの第3弾として放送されていたテレビドラマである。全8話。主演は、小関優太。小関は、本作が初の連続ドラマ単独主演作となった。原作者の七尾よふみが、第7話に、 陣内の同僚ライター役で特別出演している。なお、オンエア終了後は UNEXT で独占配信が行われる。死亡フラグが立ちました。に関するカテゴリー。ありがとうございます。